というわけでホテル近くの屋台のカフェですね。イタリアのカフィーって書いてありますけど、イタリアンカフィーですね。今カフェアイスカフェラテ頼みました。今お姉さん、可愛いお姉さん作ってくれてます。クロワッサンはなんかベチャベチャで美味しいじゃないですね。バブルティーもバブルティーはいくつなんですね。では帰ります。ラコンカー、 Thank you。 コーヒー飲みながら歩きながらね。うまい、うわ、うまいっすねこれ。めちゃくちゃうまいっす。うわ、苦味もあって甘みもあって絶妙ですね。今回初のラテかな。ハンバーガー屋とケバブ屋さんもあります。皆さん可愛いですよね。ケバブは70バーツですね。帰ろう帰ろう。うま、やばい、うますぎ。こっちにもね、カフェ屋さんがあったんですね。でも値段一緒なのかな。ちょっと見てみますか。疲れちゃう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 。バイ来ました、バイ来ました。疲れちゃう疲れちゃう。あ、こっちはね、ちゃんとしたお店なので10バーツ高かったですね。こっちは50でした。にゃんこいます。にゃん、にゃんこ何やってんの？なんか食べてんの？にゃん、どうしたの？何してんの？にゃん、にゃんにゃん。ミニカフェって書いてある。はい、というわけで暑いっすね。湿度は高いっすね。ぼーっとしながら渡ってると引かれちゃうんで、こんな道、道路ね、細い道で車も少ないんですけど、かっこいいおじさんですね。海賊みたいなおじさんです。はい、帰ります。はい、戻ってきました。ピザ作ってます。朝からずっと働いてますね。そういえば勤務時間めちゃくちゃ長いだよね。オーブンあるから暑いっすよね、ここね。で、部屋に戻ります。なんかいるんすか、魚。魚は、あ、いましたよ。なんか、ナマズっぽい。ナマズじゃない。一応魚いますか。
まにゃんこ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。タイのパタヤから高旅、高地でした。 See you next time. Bye.